あの扉の先が調和の祭壇よ。よし、僕が一番乗り。おっと、な、何が起こったんでガス？大変でガス。あいつ扉の前で通せんぼしてるでガス。これじゃ先に進めないでゲスよ。門番のお出ましじゃな。何としてもここを突破するのじゃ。導き出される答えは一つ。祭壇の間にすでに魔物が入り込んでいる。まずいわ。祭壇が壊されたら大変よ。一刻も早く奴を倒さないと。この魔物、一筋縄ではいかないようですね。焦っちゃダメよ。隙を見つけて攻撃を叩き込むの。わけか。
るんだぞ。今がチャンスだ。俺の作戦に隙はない。ようやく再会できたな、光の者どもよ。え、もしかしてラバトールの闘技場にいたあいつなの？やっと会えたな。この時を楽しみにしてたぜ。はて、ああ、貴様は闘技場にいた剣士。俺とは関係ないなどと言っていたが、やはり光の者の仲間ではないか。仲間になったんだ。お前との決着をつけるためにはこいつらと一緒の方が何かと都合が良さそうだったからな。さあ行くぞ。ちょっと待って、戦う前にまずはこの人が何者なのかはっきりさせてもらいましょうよ。それと光の者に何の用があるのかも教えてもらおう。そう焦るな、今からたっぷりと説明してやるさ。さて、まずは私が何者かだが、我が名はヘルムード、闇の一族の最強にして最後の王よ。闇の一族、ジュリエッタが言っていた光の一族と対をなすという者たちのことか。ほう、少しは自分の素性について学んだようだ。ならば貴様ら光の者が我らを不当に虐げてきた歴史についてももちろん知っていような。かつて光の女神と結託した貴様らの先祖は我が一族の主たる闇の竜を追いやった。そしてこの忌々しい世界樹によって封じ込めたのだ。世界は光で満たされた。我が眷属たる魔物たちも人間を襲うことを忘れ、逆に手なずけられてしまった。え？じゃあ魔物はもともと人間を襲う生き物だったってこと？そんなの嘘よ、信じられないわ。魔物だけではない、世界そのものが貴様ら光の者どもに都合がいいように歪められ本来の姿を失っているのだ。私はただ取り戻そうとしているのだよ。闇が解き放たれた真の世界の姿をなら。できない、世界中が闇の中にさせるもんですか。おい待て。かかったな愚か者が。これは一体、体が動かない。祭壇は光の一族と闇の一族のみが立ち入れる聖域。それゆえここに罠を仕掛けておいたのだ。これぞ我が闇の腕輪の力よ。
光のものを闇に落とすことが世界中を闇に染める唯一の方法なのだ。さあ落ちてゆけ深き闇に。そんなことさせないぞ。これでも食らえ。何？食らえ。驚かしよって。おいみスライムごときが光の腕を持っているわけがない。愉快、愉快、実に愉快だ。さあ、光の者よ、肉体と精神を闇に捧げ、世界中の力を喪失させるのだ。世界中が完全に闇に染まり、朽ちるのも時間の問題よ。その時かさ、忌まわしき封印が解かれ、我らの神闇竜が復活するのだ。ねえ、約束してよ。こんなやつ絶対負けないでね。あいつ、最後の力を振り絞って俺を助けたのか。なんかまずい気配がするでガスよ。大変よ、魔物が増えてるみたい。今すぐここを離れましょう。こっち早く。行き止まり、そして、高い。もう戻れないわ。どうすれば。なんとか間に合ったみたい。さあみんな、ここから脱出するわよ。ここから まさか、飛び降りろと。大丈夫、そういう無茶はしなくて済みそうよ。随分落ち込んでるみたい。無理はありませんわ。大切な方が目の前であんなことになってしまったんですもの。俺が完璧な作戦さえ考えていれば、俺のためにあいつは。そのように自分を責めるでない。責められるべきはむしろこのわしなのじゃ。ディルク様、この世界には光の力を継ぎし者たち、すなわち光の一族を守る役割を代々担う一族がおってな、守護者と呼ばれておる。そして何を隠そう、わしはその末裔なのじゃ。だからお前たち二人を守り抜くことはわしの大切な使命だったのじゃよ。あなたが俺たちの守護者、この世界の王であるディルク様がですか。そう、王家こそが守護者の血筋じゃ。にもかかわらずわしは使命を果たせなんだ。守るべきものを守りきれなかったのじゃ。が、しかし、
わしは諦めてはおらぬぞ。望みはまだ残されておる。それはあいつを助ける手立てが残されているということですか。わからん。が、行って聞いてみる価値はある。光の女神にな。光の女神？それって確か闇の竜を封じたっていう光の神様でしょ。そんなすごい神様に会えるんでガスか。古より光の一族が訪ね、女神の言葉を賜ってきた場所がある。光の塔と呼ばれる聖地じゃ。わしも直接足を踏み入れたことはないが、その塔の最上階に光の女神のおわす祭壇があると聞く。そこへ行けばあいつや世界中を助ける手立てを教えてもらえるかもしれない。行ってみるか。わしはどこまでもついて行くぞ。私たちもね、ずっと一緒だったんだもの。最後まで付き合うわ。ほら、みんなもそうしたいってね。はい。ああ、うわあ！わしらは本当に頼もしい仲間たちに恵まれたの。行こう、光の塔へ。あら、いらっしゃい。何をお望みかしら。足に任せるでかす。ご用はないかしら。また寄ってね。
とな。来てくれよな。いらっしゃい。頑張ってくださいね。